さあ注目の対決、この試合も放送席は大橋秀樹さんの解説、そしてゲストに徳山雅守さん、お二人の元世界チャンピオンとともにお送りしていきます。さあ両選手が分かれました。注目の一戦が始まります。ラウンド1、WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、チャンピオン内山隆史2度目の防衛戦、今開始のゴングが鳴りました。リング中央両者が向かい合います。向かって奥になっています、黒のトランクスがチャンピオンの内山隆史、今向かって左になりました。赤のトランクス、青のベルトラインがチャレンジャー、インドネシアのロイムクリスです。共に盛んに体を振りながら、上半身を振りながらジャブの突き合いになっています。まず第1ラウンド出だし、どちらが主導権を握るか。共に右構え、オーソドックススタイル、右左、内山の左、共にジャブを相手の隙を伺いながら打っていきます。さあ大橋さん、はい、内山の戦い、ずっと慶応街道爆心中、注目されますね。そうですね、まあ、まあこの試合もですね、はい、まあ、非常に落ち着いて、はい、まずこの左ジャブから試合をね、はい、組み立てていってますよね、はいはい、戦いにジャブの付き合いです。ジャブの相打ちになる。まずはこの辺りからどちらが主導権を握るか。今度は内山の左です。まあ、この左もね、内山選手のはもうすでに勝ってますよね、はい、徳山さん、はい、数字上リーチの上ではチャレンジャーのムクリスが上回っていて、まあ、距離感一つのポイントになると思うんですが、はい、ご覧になって今どうでしょうね。まあね、もう僕はリーチなんかあんま関係ないと思うんですよ。そうですか、まあ、あとは踏み込みなんかで何もでも補えるんでね、はい、もうチャンピオンの最高の出だしですね。最高の出だし、それに比べてムクリス選手はちょっと硬いような気がしますね、はい、世界初挑戦、母国インドネシア、あーとボディー乗っていった。母国インドネシア以外ではこれが初めての試合になります。チャレンジャーのロイムクリスです。内山選手はミニストレートのボディからですね、はい、同じ角度からこの右顔面に行くんですよね、このパンチが今すごく今乗ってますからね、相手からするとそれが非常に分からない。そうですね、右から左、この試合またね、そのパンチがちょっと火を吹きそうな予感がちょっとありますよね。ロイムクリスもワンツーを見せました。しかし内山がいい形、ただから右を打っていく、内山がいい形で試合を進めています。今左で相手を制するようにして一旦体をかわしました。左のジャブの突き合い、ここは今まだ内山のペースか。左を打っていく、これはしっかり見切っています内山。ムクリスも体を盛んに振りながら一旦下がります。左のボディ、左ボディ、いや、いいボディですね、はい、内山このボディ打ち重要な武器になっています。こうしてまして、はい、見ましてもですね、ちょっとスピードがちょっと違いますね。内山選手のスピードが勝ってますね、はい、非常にハンドスピードには定評があります。ムクリツもその内山の強さよく分かっている。チャンピオン内山はすごく強い、しかし自分は世界のベルトをインドネシアに持って帰る、そういう強い気持ちでこの試合に臨んでいます。内山はもちろん勝ち続ける、絶対に負けたくない、その一心でやっている、そう話している。これも右のボディ持っていった、これね、ミロッキー、これを狙ってましたね、はい、大橋さんからお話があったこれですね。いいですね、はい、今顔が見えているムクリス、ちょっと今下がり気味か、また前に出てくる。ムクリス選手もすでに顔が、ね、赤くなってますからね今、はい、内山のパンチがヒットしています。ムクリスのパンチはしっかり内山がガードしている。また左ジャブを隙間から突っ込んでいく、右、第1ラウンドチャンピオン内山いい出だしです。チャンピオン内山隆史、第1ラウンドから的確に相手のボディあるいは顔面へとヒットしています。そして体格比較、身長はほぼ変わらず、リーチではチャレンジャーを上回っていますが関係ないという放送時の話でした。ただね、内山選手もこれ非常にこれリーチ長いんですけど、それ以上にこの挑戦者は長いですよね、はい、第2ラウンドが始まっています。はい、さあお互いにそのリーチの長さには定評がある。今のところは内山が自分の距離で戦っている感じもあります。そして大きな左から右、やっぱりね、先ほどのワンツーの下のボディですね、はい、あれが生きてるんですよね、はい、今度ボディ、その前の試合でもそうでしたけれども、ボディを打っていって、あるいは顔面へ、ね、内訳がうまいんですよね。あのね、右のボディというのはダメージを与えるパンチじゃないんですよね、はい、内山選手の、その上の強いパンチを与えるための、はい、その、ね、見せパンチになってますよね、はい、斉藤さん、はい、チャンピオン陣営ですけども、はい、内山の動き自体はいつも通り非常にいいと、うわー、聞いたかな、はい、はい、もう手応えはありますね、はい、ムクリスについては、右だけちょっと気をつけていこうということです。赤コーナーサイドは内山サイド、島田博史アナウンサーです。斉藤さん、はい、青コーナーのムクリス陣営ですけどもね、はい、まだ様子を見ていれば大丈夫、我慢我慢だと、焦らなくていいよというようなことを指示してますね、はい、青コーナームクリスサイドは中川聡アナウンサーです。
徳山さん、はい、第1ラウンドをご覧になって硬いという話がありました。今陣営からはまだ見てていいんだということですが、実際どうご覧になりますか。まあ、どうなんですか。もう選手、ムクリス選手の試合見たことないんで、はい、まあ、どれが本調子なのか分かんないですけど、とりあえず今見た感じ状態が突っ立ちすぎちゃってるんですね。だからリーチの長さを全然生かしきれてない感じがします。第1ラウンドからのこう変化というのは見られますか。まあ、ちょっとは柔らかくなってるけど、はい、いやそれでもまだまだ、おー、右、大きなスクロープに詰めるか。そのムクリスが固い間に内山が試合を決めるのか。一発で決めるパンチ、お手に左フック、相手が前に、ね、はい、左フックもいいパンチでした今の、はい、こめかみ取られたと思うんですけど、はい、内山はしっかりと相手を見せている。ジャブを差し込んでいこうという内山、ジャブの打ち合いになります。ムクリスやや状態が起きた感じの構えです。ガードは高いムクリスです。この内山がムクリスのことについて、まあ、比較的構えがアップライトでこう自分としては噛み合うんじゃないかというような話をしていたんですが、大橋さん、そのあたりはどういう意味合いでしょう。そうですね、内山選手アマチュアのキャリア長いですからね、はい、でそういうアップライトスタイルの選手とはかなり戦ってますから、はい、そのアマチュア時代の自分のテクニックというのは出しやすいんですよね、はい、アップライトの方のね。だからこういったタイプでは本当にやりやすい選手の一人ですね。そういう意味では内山らしさがさらに出やすいかもしれませんね。しかし当てるように、まあ、一旦口が開いた、口が開いた、ムクリス顔面にしたら反応できないですね、はい、左ジャブ的確に顔面を捉えている。ボディからあるいは顔面へ、ムクリスが必死の競争だ。ムクリスはね、このついて強振してくるパンチがスピードがないんですけど、予想以上にパンチが重いみたいですね。ああそうですか。必死の形相、マウスピースを噛み締めている、そんな表情のムクリス。しかし内山構わずそこを狙っていきます。第2ラウンドも内山のラウンドです。第2ラウンド、内山のボディ強烈なパンチがムクリスの体を捉えています。さらには顔面へと内山らしさが出ています。3回目ラウンド3、はい、おー、いつ決まってもおかしくないこの第3ラウンド。今ちょっと遅れてムクリスが出てきました。先ほどのラウンドの終盤ですね、ムクリスが右出したところに左のボディ簡単なって当たったんですね、それちょっとかなり効いたみたいで、ちょっと今セコンドでちょっと顔がちょっとしかめ面になったので、はい、もうちょっともう勝負もう変でしたね、まあ、しかしムクリスもその一発のパンチは侮れないです。これも右のボディだ、はい、まあ、それとですね、はい、ムクリスを可愛がってくれたマネージャーさんが休止して、はい、ね、目に見えないこのプラスアルファっていうね、はい、そういった強さもありますから、ね、はい、油断はできないですね。ムクリスをこの世界戦へと導いたテムジン・ランビンマネージャーがなんと内山への挑戦が決まった3日後に休止するという、そういう思いを背負ってこのムクリスは日本に来ています。モチベーションの高さはちょっと怖いかもしれないけれど、ええ、まあ、技術的にはチャンピオンの方が全然上なんでね。右大きく振っていった、はいはいはい、内山もしかし全く油断はないはずです。今までよりももっともっと進化した強くなった自分を見せたい、ボクシングを極めるその思いを一つ一つの試合でぶつけています。だからもっともらえない、あ、打ってくる、ムクリスも打ってくる、いきなりジャブを差し込んでいく、ムクリスもジャブを出す、リング中央じわじわっと内山が前に出ます。一旦距離を取るか。ムクリスの、ね、はい、右ストレートはちょっと怖いですね、やはりね、はい、そのあたりは十分分かってはいるでしょう、ね、チャンピオンの内山です。1ラウンド2ラウンドと内山のいいパンチがムクリスを捉えています。しかしムクリスも出てきます。あと内山選手は、ね、この攻撃以上にディフェンスがいいですからね、はい、しかしムクリス出てきます。打たれた後ムクリスも出てきますよ、まあ、これ出ていかないと一方的な展開になってしまいますので、これも刺す、その辺、ね、はい、ムクリス選手分かってますよね、はい、突き刺すような内山の左のジャブが刺さっています。しかし表情は冷静です。目はしっかり相手を捉えている。左は打ち合い、相打ち、一旦下がるところからさらに前へワンツー、これは若干のスウェーバックです。盛んに手を動かしてグローブを動かして内山のパンチをかわそうというチャレンジャーのムクリスです。赤いトランクスがチャレンジャーのムクリス、そして黒いトランクスが現在5連続KO 中チャンピオンの内山隆です。ビーグリー内山、山さん、はい、あのやはり内山のパンチというのは相手はなかなか防げないんでしょうか。そう、あの右ボディはあれでいいと思います。あれを、ね、伏線にしてから上につなげたいですね、はい、右のボディってさっき大橋会長もおっしゃったように、はい、あんまり効かないんですよ、はい、伏線として使えるパンチしか。そうですね、はい、あれを見せパンチにしといて上につなげる、はい、もう切りましたね。そうですね、こめかみのあたりパンチですよね、これ、はい、こめかみのあたり眉の外から血が今流れています。
ちょうどパンチが当たった後でした。一旦リング中央距離を測ってみましょう。ジャイアンツしかしムクリスが出てきます。かなりの血の量が徐々に出てきています。第3ラウンドも内山のいいパンチが見られています。耐えるムクリスに対してしかしチャンピオンの内山容赦のないパンチが第3ラウンドも見られました。右のボディあるいは左そして右の大きなパンチムクリスを捉えています。試合は第4ラウンドに入りました。第3ラウンドの終盤にムクリスの左の眉の外こめかみのあたりから出血がありました。これは有効なパンチによる出血という今場内に対するアナウンスがありました。また前に出てくる。この辺りは内山のジャブは的確にヒットしています。まあ、雑にならないで、はい、またね左ジャブについて、はい、冷静に戦ってますね。やはりその優勢に試合を進めている中でも冷静に試合を進められるかどうかこれも一つの能力でしょうか。そうですね、まあ、これから長く防衛ね、はい、まあ、徳山さんみたいに長く防衛できる、これは大きなポイントになると思いますね、はい、ありがとうございます。その徳山さんからご覧になって優勢に試合を進めている中でのこの今の内山の戦いぶりどうでしょう。あ、もう最高ですね。もうちゃんと左ついて基本に忠実で、はい、もう最高のボクシングしてると思います、はい、しかしムクリスも出てきます。歯を食いしばって接近戦に持ち込むか。ムクリスの右ストレートだけちょっと怖いなと、相打ちみたいな感じでもらったらちょっと怖いなって感じですね、はい、左の内山、はい、チャンピオンサイドもね確かにムクリスの方が少し焦って、はい、右を出し始めたなというのは、はい、右振り下ろす、はい、どうぞ分析してますね、はい、ただ内山よく見えてるということです、はい、その気をつけなければいけないと再三放送的でお話がある右ですけれども内山は見えていると左です。こんな内山の左、はい、この試合は、まあ、ほとんどパンチまだもらってないですからね。そうですね、前回の初防衛戦グラナドスとの対戦でも6ラウンド TKO 勝ち。試合が終わった後の内山ほとんど打たれた跡がありませんでした。この試合も顔にはほとんど変化がありません。チャンピオンの内山です。背中が見えています。内山選手は今みたいに、ね、この右ストレートをまっすぐ打つのと、はい、横から、ね、右のクロス気味に打ってくるパンチ、はい、2つ使い分けてくるんですね、はい、でそのパンチ両方とも強いですから、はいはい、相手は本当に厄介だと思いますね、はい、今度は左ボディ内山しっかり相手を見ながら的確に当てていきます。表情は冷静です。左のジャブまた一旦自分のペースに持っていきます。この右ボディへ持っていく。ボディあるいは顔面へ今度は左のジャブワンツーで来る。ムクリスもしかし前に出てきます。右大きく振っていく。前回の初防衛戦相手を一発で仕留めたのが右のフックでした。こうやって使い分けてくるところがやはりねまだね、はい、この試合の中で冷静ですね、決して単調にはならないということですね、はいはい、ムクリスしかし右やっぱカウンターですよ。左今避けて左ボディのカウンターってね、すごい高度な今技術をね2回続けても出ましたね、はい、練習でも相手の右をこう体を沈めて中に入ってから左ボディ練習見せてましたね、それで難しいんですよね、はい、先ほど切ったムクリスの左のこめかみあたりからまた出血が見られます。このラウンドもおっとこれは先にジャブが打たれました。ムクリスのジャブが当たっています。距離を詰める。入ってきた。この前左ムクリスの左が当たった。ムクリスの左が当たっています。ちょっと今初めて怖いパンチもらいましたね、はい、今ね、ちょっと一瞬内山が止まりました。ムクリスも応戦してきています。素晴らしい熱戦です。冷静に試合を進めている内山、左の相打ち、そしてここが左のフック、そして右と顔面を捉えています。内山が攻勢に試合を進めて中盤第5ラウンドに入ります。しかしムクリスも第4ラウンド終盤に内山の顔面を捉えるような左のパンチがありました。一旦離れます。そしてまた内山がグッと距離を詰める。左ボディ左ボディ来い来いというような仕草を見せるチャレンジャーのムクリスです。左内山しかし冷静です。また、ね、内山これまた左ジャブからね、はい、冷静にまでいってますね、しかし徳山さん、はい、チャレンジャーのムクリスも、うん、こう闘争心むき出しで向かってきていますね。そうですね、はい、ただね今ちょっと何もできない状態じゃないですかね、はい、まあ、なんとかしようっていうのは気持ちは伝わってくるんですけど、はい、まあ、それ以上にチャンピオンの出来が良すぎて、はい、うん、おっと右が来た、はい、
まずあのジャブを、ね、チャンピオンのジャブをどうにかしないと、はい、この展開は変わらないと思います、ね、それがなかなかできていないチャレンジャーのムクリスです。斉藤さん、はい、そのチャレンジャーサイドですけどもね、はい、まず落ち着いて距離を取れ、そしてサークリングしながら相手のボディコックに気をつけろ、そういう指示を出しましたね、はい、ただこのラウンドからですね、ムクリ選手、いいね、はい、素直なスムーズにパンチ出してきてますね、はい、このラウンドは、はい、今青コーナーサイドのセコンドの指示としてサークリングしながら回りながらというのがありましたが、確かにこうムクリスあまりそういう形ではないでしょうか、ですね、まあ、そうですけども、はい、シャバが左入っていく、はい、歌え打つように打ってきましたね、はい、今みたいにね、はい、ちょっと怖いですね、ちょっとタイミングが今合ってきてるんで、内山選手またフェイントかけたり、はい、ね、おっといい、ムクリスの右、ちょっとフェイントかけたり、ちょっとまたペース変えた方がいいですね、はい、序盤3ラウンドくらいまではほとんど当たっていなかったムクリスのパンチですが、ちょっとずつ当たるパンチが出ています。左から内山、ここからは気をつけなければなりません、やや頭が当たる感じがあったか、このワンツー、これはしっかり見ている、ムクリスが入ってきます、内山見ている、大きなパンチ、この右ショートで返す、ゼロボディ回っていく、ショートで左のボディが入っています、大きく左のアッパーをボディに持っていくか、内山距離を詰める、ロープを背負っているのがムクリス、内村に入った、大丈夫ですね、効きましたね、まあ、やはりあのミニクロスでしたね、やはりね、いや徳山さん、はい、この最後のこのフィニッシュへの持っていく流れどうでしょう。いやもうほんま基本通りって感じで、もう今日はほんまに横綱相撲を見せてもらった感じですね、まあしかし小橋さん、はい、ムクリスも途中から今のラウンドもパンチ当たってましたけどね。そうですね、だんだんいいペースになってきたので、さすが内山チャンピオンですよね、はい、ちょっとあのまずいなという展開でもう一気に勝負かけてきましたが、やはりすごいチャンピオンになる、はい、まあ、本当にこれから大チャンピオンになる、これ始まりですよね、はい、これで内山はタイトル獲得から3連続ノックアウト勝利、 TKO を含めて3連続ノックアウト勝利、徳山さん、はい、タイトル獲得から3連続 KO というのが日本の世界チャンピオン史上初なんです。あ、そうなんですか、もうすごいことですね、ただね、これは普通の KO じゃなくて、はい、これほどの KO ってあんまり世界戦で見れないですからね、はい、いやチャレンジャーのムクリスが起き上がれません。中盤から4ラウンド以降チャンピオン内山を捉えるようなパンチ、この前の初防衛戦ではほとんど打たれなかった内山を捉えるようなパンチがあったチャレンジャーのムクリスですが、しかしこの第5ラウンドチャンピオン内山右をしっかりヒットさせた後一気に休まずに仕留めました、見事な KO 勝利です。 WBA 世界スーパーフェザー級チャンピオンノックアウトダイナマイト内山内山、見事な TKO で2回目の防衛に成功です。2回目の防衛に成功いたしましたチャンピオン内山貴史選手には財団法人日本ボクシングコミッションより認定証が授与されます。認定証、満面の笑みを見せています。そして今はもう表情が落ち着いています。チャンピオン大橋さん、内山貴史、まあしかし試合を進めるその表情、そして最後の見事なフィニッシュ、憎いまでの強さですね。そうですね、もう全く冷静さをね、はい、本当に大人のチャンピオンというか、はい、本当貫禄が今ありますよね、徳山さん、はい、試合中にもその相手はやはり強い、気持ちを持って臨んできているはずだと、はい、それ途中から見えましたが、それをチャンピオンが上回りました、はい、力でねじ伏せた感じですね、あの右は反則です強すぎる。あ、徳山さんをもってしても反則と言わしめるような、そんなすごい右、そこから一気のフィニッシュでした。場内大きな歓声に包まれています。どこまで KO 記録伸ばすか楽しみですね、やはりそう思わせるような勝ち方でしょうか。そうでも今日のはもう会心です、基本つけるところがないですね。大橋さん、まあ、過去にもいろんな名王者がいますけれども、
まあ、そこまでやはりこう賛辞を与えられる王者そんなにたくさんではないと思いますが、そうですよね、まあね、チャンピオンになった時から防衛続けてね、はい、3試合続けて同じぐらいな KO でしたね、3試合ともすごい KO だったんで、はい、どんなに聞いても本人は KO は狙っていません、絶対にそう答えます、しかし結果はノックアウトで勝利します、今やモンスターとなってその KO 街道爆進中、内山見事な2回目の防衛、もう表情は落ち着いています、カメラに向かってその回転構造を取る、その内山に向かって大きな声がかけられています、それでは見事な防衛を果たした内山選手のインタビューです。それでは見事なノックアウト防衛を見せてくれました内山隆選手にお話を伺います、おめでとうございます、皆さん、お久しぶりどうも、今日も応援ありがとうございます、いやーすごいノックアウトでしたね、手応えいかがですか、そうですね、まあ、ちょっとガード高くてパンチ入りづらいなと思ったんですけども、ボディがやっぱ効いてきて相手が集中切れてきたんで、まあ、最後はうまくまとめました、そろそろチャンスかなっていうのはなんとなく自分の中でもあったんですか、そうですね、フェイントにかかってるなっていう感じしたんで、まあ、中盤から後半にかけていこうかなと思ってますけど、それにしてもこの防衛戦実は、世界ダッシュから3連続ノックアウトというのは実は史上初の快挙なんです、結果としてこういった記録を残しました、いかがですか、まあ、記録はそうなってますけども、まだまだ今まで世界チャンピオンだった先輩と比べたら実力も本当に正直全然追いついてないと思うんで、もっともっと防衛重ねて強くなって、いや、みんなに認められるようになりたいです、いやこんなノックアウトしてもまだまだ謙虚ですねチャンピオン、いやまだ本当実力は、まあ、自分でもまだ伸びると思うんで、伸びると思ってやってるんで、もっともっと強くなりたいです、それにしてもすごい試合でした、会長、会長どうぞ、渡辺会長、3連続で、まあ、世界ダッシュからですね、決めてくれました、内山選手に一言お願いします、はい、やはり強いということを証明できて よかったと思います、あと謙虚に、練習にこれからも励むし、ますます強くなると思います、おめでとう、ありがとうございます、いや見事なノックアウト勝利でした、さあまだまだ内山さんのもとにはチャレンジャーが次から次へと来ると思います、そしてまた夢も広がります、さあこれからの目標を聞かせてください、はい、まずちょっと今日はですね、相手のマネージャーが2ヶ月前に亡くなったということで、そういう中で準備して試合に臨んでくれたということで、本当にいい試合できて、相手にも称えてあげたいと思います、ありがとうございました、で今後の目標は、まあ、やっぱりまだ自分でももっと強くなって、上に行きたいと思ってるんで、とりあえずまた一から練習しっかりやって、試合決まればまた防衛をしっかり、するっていうだけです、ぜひこの後も強いチャンピオンノックアウトダイナマイトで居続けてください、はい、もっともっと強くなるんで、これからも応援よろしくお願いします、今日はどうもありがとうございました、内山隆チャンピオンでした、冷静でしかし破壊的なパンチを持つこのチャンピオン内山隆、見事日本の世界王者史上初めて世界ダッシュから3連続ノックアウト、この2度目の防衛戦を勝利で飾っています、勝利者トロフィーが贈られます、フィニッシュラウンドの第5ラウンドです、大橋さん、はい、この前の第4ラウンドぐらいからムクリスのパンチもちょっと当たり出した後だったんですよね、そうですね、この5ラウンドも前半ですね、はい、ちょっとパンチが、ね、当たり始めてたんですよね、はい、まあ、徳山さんも、はい、このラウンドの途中でこうちょっと危ないという感じも受けたと思いますけれども、前のラウンドから右をどんどん使うようになってたんでね、相手が、はい、もしこれがタイミングよく当たったら怖いなっていうのがありました、まあ、その前からその右を気をつけたいという放送で再三お話があった、その右をちょっと受け始めた後だったので、おっという、流れがあったわけですけれども、どうでしょう大橋さん、はい、相手のムクリスとしても少し自分がやれるという感触をつかんだ部分もあったと思うんですか、そうですね、ちょっと自信を持ち始めたところでしたよね、はい、はい、この辺り当たっていました、はい、徳山さん、こういう時の相手のこの心持ちとして
やはりこう前にかかり気味になるっていう部分もあるんでしょうか。そう、やっぱディフェンシブになってる選手よりもこうやって、ね、はい、ある程度自信持って前に来てくれた選手の方が倒しやすくなると思います、はい、パンチが当たるようになるんですし、確かに前に来ていた感じがこの5ラウンドはありました。そこまではほとんど打たれていなかった内山ですけれども、若干第4ラウンド終盤から顔にパンチを受けていました。その中でのこの5ラウンドの展開でした。しかし大橋さん、はい、内山自身は先ほどのインタビューでその前のボディが効いているのが分かってた、そういう分析もちゃんとできてたんですね。そうですね、はい、まあ、打ち合いの中でね、ボディを何発も入れてましたからね、はい、まあ、そこを効いてるか効いてないか今のもね、こうなったんですけど、はい、今竹山さんからおーっていう声が上がるようなパンチが入ってたわけですよね。全身で打ちに来ますからね、怖いですね、ああいったパンチもやはりもっとこう当たりどころが悪ければってこともあるわけですね、はい、そして第5ラウンド、ややムクリスが前に出てパンチが当たるようになった。そして2分が経過して残り1分を切ったところからでした。ボディを打って、今のボディもいいボディでしたね、左入ってました。じわじわっと内山が追い詰めてロープを背負ったムクリス、一発目が入った後の連打5発ぐらいだと思いますが、大橋さん、右もすごかったんですけど最後の左アッパーでしたね、あれも強いパンチで入ってますから、はい、これはもう勝てないですよね、いや竹山さん、はい、さっき一度見たはずなんですがもう一回見てもすごいですね。はい、すごいすごいとしかもう言えないですね。そうですか、この右はすごいな、はい、その内山選手のお母様にお話を伺います。素晴らしい、王者の座を守りましたね。ありがとうございます。おかげさまで防衛できました。やっと2度目の防衛です。しかも史上初の快挙達成です、なんかそうらしいですね。私も全然わからなかったんですけど本当に嬉しいです。なんか改めて内山選手どんな息子さんですか。いや、まあ、普通の子ですよ。優しいし、ね、そんなにどんなこと言われてもまあ普通の子ですね。まあ、どんな言葉を内山選手にまずかけてあげたいですか。今ね、もうお疲れ様、今日はゆっくりね休んでって言ってあげたいですね。なんか多分今日までかなりプレッシャーとかなんかいろいろ練習も大変だったと思います。きつい練習こなしてもう今日はもう帰ったらゆっくりね休んでほしいです。以上です。リングサイドで見守っていた内山選手のお母さんの桃代さんも今は安堵の表情。まあ、大橋さん、はい、改めてこう見ている側もちょっともらう場面ありましたが安心して見られるような戦い方全般にありましたね。いや、まあ、そう普通の試合じゃなくてこれ世界戦ですからね、世界戦をこれほど安心して見れる選手ってそんなにいないんですからね、はい、この後内山にこの日本のボクシング界背負って立つ一人としてどういうものを期待しますか。いや、僕はですね、はい、将来このもう本場アメリカに行って活躍してもらいたいですね、はい、今日は驚嘆の声がありました。徳山さんからご覧になって内山選手にこの後どんなものを期待しましょう。もう今ねおっしゃる通り、はい、でもアメリカに行っちゃうと寂しいですね。もう日本でどんどん見たいですライブで、はい、もう本当今日ねダブルのタイトルマッチ見たんですけれども、はい、改めてねボクシングの面白さ、はい、楽しさ、はい、そして素晴らしさをほんま感じましたね、はい、素晴らしい内山隆二度目の防衛戦鮮烈なる5ラウンド TKO 勝ちで勝利を収めています。王者内山隆鮮烈な TKO で2度目の防衛に成功です。